それじゃあカウント始めるぞ。5秒前、4、3、2、1、ゴでもないことになってるぜ。こいつ、どうすればいいのか全くわからない。スムートに追いつけって言われたけど、そんなのいいじゃん。どうすればいい。京一さんのやり方ってなんだっけ。なんじゃ我、やんのかこら。殺すぞこら。須藤と申します。ゴワー、ウマヅラハギ。うわ、ダメだ。京一さんのおっかない顔しか浮かんでこない。マジで怖え。藤原に対するアドバイスの出し方には前と少し違ってきましたよね。この子そう変わりましたよ。なんていうかな、以前はもっと単純で具体的でしたけどね。それだけ藤原が成長してきているってことなんだ。俺はな、リーダーバトルならケースの藤原にあえて課題を投げかけるように仕向けている。藤原が短期間のうちにめきめき進歩していくのはそのおかげですよ。うすうすは感じてましたけど。だけど今回はちょっとやりすぎたかもしれない。相手があることだしな。全てを予定通りにコントロールできる。高すぎるハードルを藤原の前に置いてしまったから。レールと車輪との接触面でのまさかのような妙な人からが一人。ブレーキングではアンダーかオーバーのどっちかが極端に出る。どこまで行ってもニュートラルな車がありゃ結構だが、そんな車は世の中には存在しない。だってコントロールできないアンダーよりコントロールできるオーバーを初めから作っておくんだ。うわぁ、分かったら。それが俺のやり方だ。この雨の中であのドリフトはすげえよな。2000の重量は1両がおよそ33トン。しかし相手の300系はおよそ15トン。倍以上のウェイトハンドだ。軽量化に勝るチューニングはない。止まる、曲がる、加速する、あらゆる局面において藤原には不利な条件が揃っている。今までのバトルとは違う正反対の発想が勝利の鍵だ。相手の走りとコースを見極められなければ勝つことは不可能です。こんなことは今まで一度もなかった。やる、マジで。それにしてもよくついてこれるもんだ。一定距離離れたところから振り切れそうで振り切れない。こっちが普通に走ってさえいればそれだけで終わるバトルじゃなかったか。この雨がクセモンだ。この状況ならこっちが圧倒的に有利なはずなのに、俺よりも奴の方がリスクを冒してマージンを削り取っているというわけか。バトルはまだ始まったばかりだ。最後までその危ない綱渡りが続きゃいいがな。信じらんねえよ。300系ってこんなに速い車なのかよ。あの無敵の2000がプロジェクト D のダウンヒルエースがついていけないのか。ついつい行きやがって。だんだんムカついてきた。意地でも追いついてプレッシャーかけてやりて。京一さんのやり方ってひょっとしてあれのこと。京一さんの得意技って言えば絶対あれだ。あれを出すためにはどうしてもこの距離を詰めなきゃ。絶対に追いついてみせるぞ。くそ、何なんだよてめえはよ。気分悪いぜ。どんどん近づいてきやがる。どう解釈すりゃいいんだ。
私の8500はこの車について取れなかった。わかんねえぜ。なぜ雨の中でこんなに速えのか。何かを仕掛けようとする気配だけがビンビンと伝わってくる。くだらないことは考えないで、おとなしくそこにいりゃいいんだ。ふざけんなよ。今アザミの通過したってさ、40〜50メートルの差らしいぜ。わからない。頭がクラクラしてきたぜ。2000が300についていけてるのは異常だぜ。アップダウンのきつい前半が勝負どころだったはずなのに、俺のシミュレーションはありえない事態だ。雨は俺たちにとって有利な材料じゃなかったのか。前半で決められないとしたら、このバトルもつれるぞ。2000のドライバーの計算できない能力、 100% 勝てると思っていた作戦の土台をぐらつかせてやがるぜ。わかる。2000のボディ全体から伝わってくる濡れたレールに食いついた車輪が、滑り出すギリギリの感触が手に取るようにわかる。絶対捕まえる。カウンターのバックを仕掛けるチャンスは1回か、せいぜい2回。詰められてる。こっちだって頼りないグリップを探りながら目いっぱいやってる。これ以上はいけない。怖えんだよ。理屈じゃない、これは本能だ。いっぱいいっぱいの停止信号が出てやがるぜ。一つ不安なことがありますよ。エンペラーの須藤といえば、多分真っ先に思い浮かぶのはカウンターアタックだと思うんですよ。藤原が混乱した頭でどういう判断をしているか心配ですよ。カウンターアタックは外れですからね。ふざけんなって言ってんだろうが。なんだそれ、逆ドリフト。その通り、カウンターアタックは仕掛けても 100% 失敗する。やっぱ自分よかコーナー早い相手にカウンターは無理か。いや、そんなわけない。一回失敗したくらいで諦めんな。次が最後のチャンス。凌介さんができると言うなら絶対できるはずだ。あいつには怖さってもんがないのか。これだけ近いと水煙みりの煙幕が視界を遮る。ただでさえ見にくい夜の雨に加えて、俺の吹き上げた水煙みり、視界が絶望的に効かないはずなのに。疲れた。化け物かよてめえは。逃がすもんか。カウンターアタックを仕掛けるチャンスまで絶対離されない。水煙に遮られた視界をものともしない藤原の武士は、総道塾の第2ラウンドで打つグラウンドアタックの発生を行い、目から入ってくる情報が不足していたので、頭の中に浮かれるイメージでそれを補うことに。藤原はこの能力が突出して高いので、コーナーのアーズで限界スピードを瞬時に見極め、目印の前でエールに狂いなく捨てる全てのイメージで、それこそが藤原の天才的なテクニックを支えている。この先の平坦なストレートが俺にとっての最大の泣きどころなんだ。意地でもここで抜かれるわけにはいかねえ。くっそ、ダメだ、マジわかんない。カウンターじゃないとすれば一体どうすれば。こっちだって仲間内の対面ってもんがあるんだ。絶対に俺の前には出させねえぞ。何が何でも先に地下深いに飛び込んで、このまま逃げ切ってみせる。時間ない、考えてる暇ない。わかんねえ、行くしかない。やったー、来ましたよ池谷先輩。俺
行くぞ。うわあ！なんだ、以前もいなくなった。バカな、ありえねえ。二子玉川までぴったりと前哨灯が張り付いていたはずだ。ありえない。一体どこに消えたってんだ。まさかそんなことが。全焼灯を消し闇に紛れて、ドリフトもブロックもできない地下機関で仕掛けてくる。文句の一つも言いたいところだが、こいつはレースじゃない。抜いたり抜かれたりの追っかけっこより、こっちの方が俺には合ってる。旧玉川線区間で前に出られたままでいられるかよ。絶対捕まえてやるぜ。そんなに差がついてるのか。今は自分の走りに集中しろ。さっき決まった相手が見えないのはあっちも同じだ。